さあ体制完了、毎日王冠スタートが切られました。ほぼほぼ揃った、そんなスタート。そして鳳凰ビスケッツが好スタートを切りました。ダノンエアズロック、さらにはシルトホルンが2番手です。シルトホルンは2番手、3番手追走ダノンエアズロック、外から一気にエルトンバローズ行く。エルトンバローズが2番手に上がってきました。シックスペンスはそれを見る形、前から4頭目に位置しています。クリストフルメールジョッキーです。さらにその後方になりますがダノンエアズロックがいて、内からはヤマニンサルバム、ここ3戦で2勝です。さらには12番のヨーホーレイク、遅れてきた大物、果たして大輪の花を咲かせるか。10番のマテンロースカイ、重賞ウィーナー、外からローシャムパークです。大阪杯2着馬、手応えはどうでしょうか。内3番西のスーベニアです。さらに上がってきたオフトレイル3歳馬、そしてエアファンディタが追走して空手重賞3勝しています。トップナイフがポジションを上げてというような、そんな形になっています。さあ好スタートから2番のホウオービスケッツが花を奪う形、そして2番手にエルトンバローズが上げて、そして3番手にシルトホルンという体勢です。 1000m59 秒3でいっています。それほど速くはありません。さあシックスペンス、前から4投目ヨーホーレイクがこれをぴったりマークして、その後ろにローシャムパーク、緑の帽子。さあ4コーナー回って直線コースへと向いてきました。まだ持ったままです。ホウオービスケッツ2連勝中、後ろからは上がってこようという青い帽子のシルトホルン、そして手が動いているピンクの帽子エルトンバローズ。さあ外から来ましたヨーホーレイクがやってくる。さらにはシックスペンスも連れて上がってきている。大外からは9番のローシャムパーク、ムチが入っている。まだ先頭ホウオービスケッツ、ホウオービスケッツ先頭、外から11番のシックスペンス迫る、シックスペンス迫る、シックスペンス、シックスペンス、最後捉えたか。ホウオービスケッツ内、そして外シックスペンス、クリストフルメールジョッキー捉えたかどうか。